ジョレイです。今日どこ来たの？今日は夕日の夕日パーク三つ見、うん、今来てます。はい、すごいね。波やば。風強いです。寒いです。いい天気だけどね。すごい。こんなとこ通るんだね。ね。電車ね。あ、電車ね。電車のね、本当海沿い走るよねここね。これさ、大荒れの日に来たらさ、外もね。なりそうだね。ちなみに今日はどこ行くんだっけ？今日はこの後ね、少女レイっていう歌、うん、ボカロの、あの、まあ、ロケ地じゃないけど場所になってるところがあるので、そこにこの老女レイを連れて行きたいと思います。老女レイ、ひでえ。じゃあちょっと行ってみるか。はい、じゃあ行きましょう。海が荒れてます。すごいね、泡がすごい。泡って波って言ってくれ、せめて。すごいすごい。そろそろだよね。そろそろのはず。空が綺麗。あ、そう、ここだ。ここじゃない？この辺じゃない？これ今のとこか？いや、これ駅過ぎてからだから。そうだよね。ここが折井駅です。はい、折井駅があって、あ、そろそろか。折井駅を通り過ぎたらそろそろです。あ、これかな。あ、そうね、これだね。これこれこれ。ここだここだ。一周曲がります。海テトラポッ。すげえ海。すげえ海ってなんだ。すごいね、砂が綺麗だね。綺麗綺麗。海の色も綺麗ね、うん、波が高いけわからんけど、これ絶対透明だよね。うん。でもさ、もうこの冬が近づくにつれて荒れてる日が多いんかな、やっぱ。そうね、この場所だとなんか波の高さ 1.5 メーターぐらいあるよ。だいぶあるね今日ね。本当にすごい波がもともと強いんだね。テトラポッドがいっぱいあるね。えすごいな。波やば。空きれいだね。ねえ、ほんと。もう波すごいなこれね。えれんちゃん見える？波。すごい磯の香りね。磯の香りもすごいするする、すごいする。いや、これ海楽しそうだね、ここで遊ぶのも。ああ、ほんと。ちょっと冬に来たのは失敗だな。やっぱ夏だね。ね、めっちゃ綺麗じゃん。うん、めっちゃ綺麗。沖だったね。来ましたね。老女レイです。老女レイ、老女レイです。でも空も綺麗でちょうどよかったね。うん、ほんと
海が綺麗ね、めっちゃ綺麗。レチャ少女霊になれる？さすがに今日は平日だから人いないね。いない。なんか聞いた話によるとここすごいいつも人が多いらしいんです。なんか最近ね多いらしいね。ね、ボカロが人気なんかな。ね、うん、すごい、まあ、確かに景色綺麗。うん、ほんと一回来てみたかったんだよね、ここもね。うん、ほんと教えてもらってね。うん、ではでは、老女レイのシーンも撮れたし行きますか。うん、ねえ、イエーイ、じゃあ行きましょう。はい、お座り、お座りできる？そうだ、風強いね。なんかすごいな、海が綺麗ね。折井駅です。折井駅です。ちっちゃい駅だね。めちゃちっちゃい、カラフル。あ、見て見て、面白いよ。折井駅で折井って話をしませんか。時間もたっぷりありますよ確かにここめっちゃゆっくりできるね、気持ちいいし。ほんとね。うわ、もうなんか料金表が、中入ってみよう。料金表が、時刻表あったよ。なんか昔ながらだね。時刻表こんなんです。見て見て、こっちこっち。あ、ほんとだ、めっちゃ可愛い。列車遅延ね。ね、券売機もない。そりゃないよね、無人駅だもんね。やば、かわいいね。あ、ここに切符入れるんだね。あ、やれちゃん入っちゃダメだよ。うん、ちょっと前足だけお邪魔してたけど、もはやすぐ海だね、ほんとほんと。これ列車からさ見る海もめっちゃ綺麗だろうね。ね、夏とかいいね。夏最高だね、ここね、うん、夏いいわ。あと夕日。あ、確かに確かに、これ夕日綺麗だろうな。うん、いや、いい場所を見つけた。うん、また夏に来たいね。ね、うん、なんか少女霊のスポットだって言ってきたけど、普通にシンプルに、うんうん、いい場所だね、ここね、うん、だからそこにさギャラリーっていうのもあるんだけど、あれもちょっと気になる。気になるね、確かに、ね、しかも吉武コーヒーのコーヒーなんかね、すごいね、いいね。よし、じゃあ今日は少女霊の聖地に来ました。イエーイ、聖地巡礼。聖地巡礼、老女霊と一緒に巡礼です ね, ね、知り合いにね、友達にね、うん、お友達にレイちゃん、少女レイのとこ行ったらいいんじゃないのって言われたんだよね。うん、取りに行ったらね。で、来ました。ね、楽しかったね。うん、ね、教えてもらってよかったね。嬉しいし、うん、じゃあ、それじゃあ今日はこれで終わりにしましょう。じゃあね、じゃあチャンネル登録と高評価、あとコメントもよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、それじゃあまたね。はい。